はやべんです。今日は青森県青森市来ております。こちら波岡ですけどね、サンライズ食堂さんラーメンのラリーの、参加店舗のこの後に来ました。こちらの方が濃い煮干しラーメンですね。まあ濃い味ラーメンです。味ぶしのラーメンと、イワシとやっぱ全然違うね。去年はイワシとね、ダブルスープのものを食べたんですけど、あ、イワシの味だとこうなるんだね。太麺頼めて、太麺です、うん、ちょっと加水は若干多めでプチプチっとした感じ。あ、美味しい。レアチャーシュー、あ、うまい。特にトッピングではなく味玉が丸々いっぱい入ってます。味がしみしみ美味しいですね。この後もいただきます。はい、お寿司いただいてまいりました。ちなみにこちらね、古くからやっている旅館のね、隣接している食堂なんですけれどもね、結構ね、味もブラッシュアップされていまして、あとイタリアンテイストのラーメンもあるんですね。それもまたちょっと食べに来れればなと思ってます。以上です。阿部でした。ご視聴ありがとうございました。